はい。続いて、オーシャンステークスいきますね。えー、チューリップ賞は、えー、これの前に載せてるんで、チューリップ賞もご覧ください。オーシャンステークス、えーと、前回紹介、事前調査で言いました、特注がで勝負ですね。え頼、ー、むでノリさんってことで、ノリさん本名打つの久しぶりや、これ。ダービーのワンオンリーライじゃ終われだ。ノリさん真剣に本名打つの。はい。横ノリさんですね。よろしくお願いします。オーシャンステークス、えーっと、 ちょっとなんか、中山雨降ってたんですかいやいや思ってからちょっとびっくりしてるんやけど。関西降ってなかったんでね、ま、ともに雨。ちょっとびっくりやんね。で、えーとですね、前回ね、えー、外の2頭ですね、これ。ブラミッシュも連投やし、ブレイザートレール抹消したんでいませんって決心してないんですけど、ごめんなさい、これ。いましたわ。連投でブラミッシュも出るんですって。で、ブレイザートレールはね、多分地方登録中やったんで抹消になってなんですね、一瞬ね。ごめんなさい。安城笹川さんですって。 ごめんなさい。これ地方行くみたいですね。この後ね、多分これはどうもすいませんでした。って言わなんかはい。えー、2と出ます。で、合計16とですね。フルゲート。はい。ちょっとバば気になるんですけども、そんな言ってられへんので。えー、乾くんでしょそんな降ってないよね。あんまりなんかその場合の情報出てないんやけど。もう、ほぼほぼ、両方で仮定しますよ、もう。はい。で、えー、印ですね。えっ、ー、と、ブレイブスマッシュ。え、人気出ちゃうんだよね。 出ちゃうんのね、これ。2番人気か。これでも、この時だけちゃうか。明日多分、8倍、9倍ぐらいになると思ったんやけどね。ちょっと他の人気が、馬が人気出てないかな。もうちょっと増しとこと思いますわ。はい。7、8倍ついたら回やと思ってます。ちょっと今だけは人気出てるの。多分、多分ね。はい。まあ、メラブラはなお予想通りで一緒。こんなもんですね。 えー、まあ一応、えー、本命、えー、一応事前調査でも言ったんですけど、えー、っと、スポイント適正がちょっと見えそうな、えー、かかり具合入れてるんで、えー、っと、ブレイブスマッシュね。で、えー、っと、この舞台強いこのりさんね。仲間さんにね。はい。で、押しておきますね。えー、内枠、えー、正直外かいいかなと思ったんですけど、まあえー、内で、 うーんー、正直、このままあ、ちょっと外寄りが良かったんやけど、まあ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 。まあ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 、もういいですわ。もうこの枠で決まったやでこの枠で頑張ろう。まあ横乗りさん勝手な内枠なんで、まあそれもいですね。あとは馬、まあ、次第ですね、ほんまにこれ。狙うならここまでかなと思ってますね。ここまでというかもここだけですね。この後のもう高松の見えきも知りません。はい。えー、で、太鼓メラグラーノですね。こちらがやっぱ一番人気。えー、実績十分です。 ただ、えー、戸崎さんですね。これ、もう、最近ずっと口酸っぱく言ってるこれもう、酸っぱいもう、口の中ほんま酸っぱいこれ。えー、勝ちきれないね。ちょっと不審がまだ続きそうですね。はい。えー、対抗止まりにしておきます。頭なさげですかね。一番人気答えれなそうな気がします。はい。えー、3番手、クリスマスですね。えー、まあ、お山舞台絶好のバゴンクってことで、 やっぱクリスマスも走りますね、この舞台。はい。で、前奏、えー、オープンクラスで、えー、花を奪って4着ですね。まあ、それでもあのペースでよく4着が粘ったなっていうぐらい内容ですわ。はい。頭も後ろから来てるんでね。えー、全然いい評価だと思ってます。えー、そうですね、えー。で、えーっと、そうやね。まあ、今回、えー 内枠ナックビーナスと、ベイシャフェリスとか、ちょっと鼻奪いたそうな馬、当初ピストもそうですけど、結構おるんで、それ考えると、内枠入って番手追走、えー、様子見ながら、えー、そうですね、3、4番手ぐらい下手しい追走できるなら、えー、この馬がそっから押し切れるんじゃないかと思ってますね。本命うとか迷ったんですけど、えー、カツーラスくんなんで、ちょっとやっぱ決め手にかけるかなと思って、3番手ともあり。はい。一応、品 ヒンバなんでね、ボバ混合と、まあまあまあ強いんですけど、ボバ混合でも。ちょっとやっぱヒンバでこの舞台はちょっと勝ちきれない気がしますね。メラグナのとうよね。はい。で、もう一個下下げるのがブラックビーナスですね。こちらやっぱ寄戦争の京都ヒンバが余計やったね。残念。ここ出たらあかんかったね。はい。で、えー、っと、敵戦は十分なんですね。で、内枠引いたのも十分プラスですね。このままね。 で、えー、まあ、安状が、ちょっと石川くんでマイナスなんと。で、石川くん乗る、ってことで、えっ、ー、と、やっぱ、横則さんがブレイブスマッシュ乗ってくれたってことで、やっぱ、横則さんブレイブスマッシュ選択してくれたんで、やっぱ、この馬で勝ちたいんやろうなーってことなんでしょうね。やっぱ、それを思ったより一層ブレイブスマッシュですね、これ本命。ラクビネス乗ってもおかしなかったんですけど、やっぱブレイブスマッシュですか、ここ。もう一回。頑張ってください。えー、あと、パツ印。えー、ここ来たらラッキー。 ですわ内枠で、えー、中山、もしかしたらあるんちゃうか、3着以内で。爆心提用。えー、前走休み明け、えー、18キロプラスでぶよってきて6着。中山適正正直ないって言われ続けてますけど。えー、2キロ減。で、安城ここ、下るけ乗ってくるんで、えー、堀さんよくやりますね、これ、外人。好きやね、外人。下るけですって。まあ、下るけさん。 うーん中山悪くないんで、えー、紐ではありだと思います。はい。えー、ウィンムート、えー、前走えー、雨の中一着。しかも、えー、距離戦に、初めてで一着。えー、タフなババはこなせますね。えー、中山もしかしたら、えぇ、ー、花奪って三着粘れる可能性はあると思いますね。ちょっと前走強い気がうやったんで、ちょっと要注意。あと、スノードラゴンも去年三着来てるんで、要注意。 コスモドーム、前奏、えー、私、対抗かなんか売った気する。えー、なんか馬券取った気する、ここ。えー、カーバンクルですね。ナックビアスですね。そうで、ね、そうで、ね、そうや、そうや、そうやわ。えー、このままもう一発あるかもしれませんってことでもう一回打っときます。ここまでですね、相手。ですね、はい。で、えー、ついにね、 今まで、えぇ、ー、ね、えぇ、ー、馬とか硬いとこにブッチしたりね、えー、ワイド強盗ボックスとかいろいろやってきましたけど、えー、ついにこの買い方を行きましょう。お、だ頼みの買い方ね。はい、えー、ま単、あ、勝えー、こちら、ブレイブスマッシュ本命の3枚、えー、ワイド、えー、本命対抗メラグラーナとね、ワイド28000。まあ、ここ普通ですわ。えー、ここね、最後ね。来たね、これ。 えー、メラグナナ二尺固定の、えー、相手7頭ですね。さっき全部入れた。えー、お楽しみわけでね。これちょっと解禁しますね。はい。7頭、1頭、7頭ですね。これ二尺固定で、これもバーンできますね。うん、こういう方も、こういう買い方もね。まあ現実ではちょっとやってるんですけど、ね、妄想馬券でもちょっとこれやってみたいと思います、ね、これ始めましたね、これね。はい。 ま、これ要するにこういうことですね。え、全一全馬券ね、これね。まあ、全って言ってもナとなんですけど、えっ、ー、と、一番人気をあで挟んだ、え、全一全馬券ね。これ結構美味しい時あるんでね。ええーっていう時あるんで。え、15番人気、1番人気、14番人気って時あるんで。これびっくりしますよ、これ。来たらこれ。パン、今これ。しかも1000個売ってるからね、これ。これやばいこれ。これ500倍、600倍続くんだけど、これ60万とかな、これ。大パンや、これ。うまい。これうまい、これ。 爆心帝王一着、メラグラン一着で三着これ、コスモドームやったこれ大パンやこれ。おめでとう優勝やこれ。これを楽しみやこれ。非常に。ね。で、えー、この後弥優勝も一気にやりますってことで、えーっと、もう何回も言ってるんですけど、えーもう明日の夜から日曜日。 月曜日までです。月曜日までですかね。もう電波ないんで、月曜の朝ぐらいまで電波ないんで、えー、ちょっともう明日の分も、えー、やゆいしょもね、やっときますってことで、この後もう一発あるんでよろしくお願いします。はい。ここはもうブレイブスマッシュ、ちょっと押しておきます。もうここだけやと思ってます。ここ、もう噛んだ。ここだけやと思ってますはチャンス。えー、はい。一回きりなんでね、このまま多分。はい。ということで、まあ今回ってもいいですわ。うはもう一回きりなんで。 ごめんさんお願いします。はい、ということで、えー、オーシャンステーク斎場で終わります。ご清聴ありがとうございました。